ブルネイにおけるブライト地区の一ブライト地区はブルネイダルサラーム国西端に位置する同国の最大の地区である。ブルネイの地区は日本における都道府県に相当する行政区画である。ブライトの名はこの地区に住む現住民のブライト人に由来する。行政庁所在地はクアラブライトである。ブライト地区の主張は地区長が務め、現在はジャマインモミンがその地位にある。 他の著名な町にセゲアとスンガイリアンがある。北岸は南シナ海に面し、東オツトン地区、西と南をマレーシアのサラワク州に接する。地区の面積は2727 27平方キロメートルで、ブルネイの約半分を占める。風景は海岸から内陸に向かうにつれて、米炭の湿地、低地の林、山間の熱帯雨林へと変化していく。 ブルネー最長の河川であるブライト川が地区内を流れる。この川は支流も含めば地区のほぼ全域を流域に持つ。ブライトの群ブライト地区はさらに八つの群に分けられる。以下に掲げる群名の多くは群内の主要な町村から名付けられたものである。それぞれの群は複数の村を有する。2018年の統計によると人口はおよそ73,200人で、 大半は行政庁所在地のクアラブライトという伝の町、セリアである。原住民はブミプトラと呼ばれ、ブライト人が多数派を形成する。人口の多い少数民族は漢民族で、主に関東語、ダイヤマ、語、発覚語を話す。他にはイバン人やペナン人が暮らす。近年拡大している民族集団にコーカソイドインド人、フィリピン人がいるが、 彼らは石油や天然ガス産業に従事あるいは参与しているものが多い。ブルネーで国内で2番目に人口の多い地区でありながら人口密度は23人平方キロメートルと最低である。これは地区の面積が広いのが理由である。人口分布は一様ではなく内陸の森林地帯に比べ沿岸部に集中している。都市圏はクアラブライトとセリアの2つがあり。 両者を合わせて、ブルネー南西都市圏を形成する。道路東方面へは、セリアルムトバイパス経由で、ムアラツトン高速道路と接続し、西方面へは、途上側に架か,かるラサウ橋を渡り、マレーシアのミリまでつながっている。スンガイ上には入国管理局が置かれている。海岸沿いの道路、特に、クアラブライト、セリア、スンガイリアントでは、舗装が整い、区内で、 路面は最良である。ラビ、メリラス、スカンいった内陸に向かう道路は部分的に舗装されているが、浮きには洪水や地滑りの被害を受けることがある。鉄道、第二次世界大戦中に日本人がセリア軍バダスから海岸部まで木製の鉄道を整備した。これは現在使われておらず、補修されることなく放置されている。水上交通、 クアラブライト港はブルネイにある三つの港のうちの一つである。ブライト川の河口に位置し、港には小さな運送会社が立地している。ブライト川河口を経由して、クアラブライトと寸外寺番村を結ぶフェリーが運航していたが、2005年以降、運航を取りやめている。航空、セリア郊外にアンブキ飛行場があり、ロイヤルダッチシェルグループの従業員が乗降する。 設備とプラットフォームを設けている。スカン軍の内陸の村々では、フライングドクターが定期的に実施されている。商業用の地区内外を結ぶ航空路線は存在しない。ブライト地区、特にセリアは、ブルネーの石油、天然ガス産業の中心地であり、多数の外国人街があり、その中にはオランダ人も多い。これは、ロイヤルダッチシェルがこの地区に拠点を持っていることによる。 ブライト地区には二つの陸上油田、ガス田がある。大きい方がセリア油田で1929年に発見されて、以来、現在でも炭化水素を生産し続けている。小さい方はラサウ油田でクアラブライトに近接する。セリア油田を拡張したタリ油田はセリアの沖合に位置する。さらに沖合には南西アンパン、フェアレイ、フェアレイバラム、エグレットという油田がある。 地区で生産される原油の多くはセリア近隣で産出され、もっぱら輸出用である。一部はセリアの生成所で生成して国内で消費される。天然ガスはルムトにあるブルネー液化天然ガスプラントにて冷却し、液化される。石油や天然ガスはタンカーで主として日本や韓国に輸出される。地区の東部にあるリアンは近年、 スパークという271ヘクタールに及ぶ世界規模の石油化学の拠点が建設されたことにより、著しい経済発展を遂げている。ブルネーシェル石油と日本の2つの大企業を三菱、ケミカルホールディングスと伊藤忠商事の合弁事業によるブルネーメタノール会社が設立され、スパークのメタノールプラントに450百万ドルが投資された。 そのプラントは2010年の第一四半期までに完成予定である。シート t に、ありがとうございます。